シウマは、日本の男性作家、YouTuber ーー。沖縄県沖縄市出身。沖縄の風土で育まれた、琉球風水と、生命判断をもとに編み出したオリジナル戦術、数医学により、延べ5万人余りを鑑定した実績を持つ。沖縄県立沖縄水産高等学校野球部部、員として、春の選抜に出場。名王大学卒。風水師の母の影響で、 明王大学時代から、生命判断や急性気学などを研究。2020年春から、バラエティ番組、突然ですが占ってもいいですかに出演。五十音順、ABC 順に ABC、専門家風水士琉球風水士シウマ。質問、疑問に答える Q&A サイトおカイウェーブ。2020年8月15日、閲覧。あなたの今後の運命を読み解きましょう。 雨は占い館、サトリ、2020年7月22日閲覧。琉球風水士、週末、迷ったら、五大吉数を選べ。日本放送ニュースオンライン、2020年8月15日、閲覧。突然ですが占ってもいいですか富士テレビ、2020年6月23日閲覧。インク、心に、ファン必見。結婚したい長き五郎に、 ぴったりの女性像とは占い TV ニュース。2020年7月22日へ閲覧。今田康二2018年は結婚できるか今後を読み解くアガーチューブ。アガーチューブ。2020年7月22日へ閲覧。岩田隆典の,の古典構想が占いで的中。気づいたら日が暮れるまで描いていた。2021年1月28日へ閲覧。 野生爆弾クッキー、占い師の助言で解明を決意、ニノさんで新芸名発表。オラカニュース、2020年7月22日閲覧。ありがとうございます。